い、皆さんこんにちは、星の子です。今日は最近の私のお気に入りのアイテムをご紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。ということで、ちょっと今日喉の調子が悪いんですけど、まあいつもかな、いつもちょっとガラガラ気味なんですけど、今日はさらにガラガラ気味で声のトーンを頑張って高くしてるんですけど、気を抜いて喋るとこんな感じの声になってしまいます。あー、頑張って声のトーンを上げて喋っていきたいと思います。はい、ということで、まずはスキンケア類から紹介します。インスタのストーリーでも紹介したんですけど、ファミュのローズソフトナー、化粧水前に使う導入美容液になります。これ半分ぐらい使ってるんですけど、肌がごわついてるなとか、ちょっと固めだなって感じる時があるじゃないですか。そういった時に使うとお肌をすごく柔らかくしてくれます。で、これでお肌のキメを整えた後に化粧水を塗る塗らないで肌触りも変わるし、浸透率もすごく上がる気がして、全然違うなっていうのを感じるので、これはすごくおすすめ。前はね、トーンのブースターを使ってて、それも人気だと思うんですけど、それとはまたちょっと違った使い心地で、これはとにかくお肌のねキメを整えて柔らかくしてスキンケアの色を良くするタイプの導入美容液かなと思います。で、匂いもねローズの香りで癒されるし、テクスチャー的にもサラッとしてます。なので後のスキンケアに全く響かないので、すごく使いやすいブースターです。で、次はとてもおすすめ、これは早く使うべきだったなって使った瞬間から思ったもの、オバジ C25 セラムネオ美容液です。12ml で1万1000円するんだけど、もうそれなりのそれなりですこのオバジのセラムっていうのが5段階の悩みレベルに応じた美容液が選べて、 C20、C10、C5 っていうセラムがねあるんですよ。で、これはもう一番レベルの高いもので、高濃度ピュアビタミン C、 ビタミン E がねたっぷり配合されていて、毛穴悩みから張り悩みまでもう全方位にケアしてくれるというタイプの美容液なんですけど、お肌にねこう元気がなくなって、あー張りがないな、そして今度は張りがないと毛穴もたるんで目立ってくるんですよね。で、特に私はこの頬あたりが気になるなと思ってたんだけど、これを使うようになってから毛穴がキュッと締まったな、張りが出たなとか、肌全体的につるんってしたなっていうのを速攻感じたものなので、高いけど使う価値あります。私は毎日使いじゃなくて週3ぐらいで使うのが一番ベストだなと思って使ってます。香りはグレープフルーツです。柑橘系の香り。テクスチャーはちょっとオイルっぽい感じもするし、サラッとしてる感じもするし、なんか不思議なテクスチャーで肌にピタッと密着するっていう感じの使い心地です。毛穴悩みがある方に特におすすめしたいんですけど、それ以外にもハリももちろん出るし、小じわだったりとか肌のくすみも整えてくれて透明感が出たりとかもすると思うので、肌トラブル多いな、もうハリがないな、毛穴やだなって思う人使ってみてください。で、続いてがこれもねめっちゃおすすめしたいんですけど、キャンメイクのプランプリップケアスクラブです。これ564円なんですよね。これは今年の1月に限定で発売されたアイテムで、シュガースクラブが配合されていて、角質をケアしながら保湿もできるというリップです。スクラブなんですけど、洗い流しとか拭き取りは不要で、このスクラブも唇の上で溶けるタイプの保湿リップとして使えるものになってます。これは何がすごく感動したかって、まずこれをね毎晩使うようになってから、唇の色がめっちゃピンク色になった。角質をこう毎日オフすることで、しっかり唇のターンオーバーが促進されていて、ピンク色にじわっとなってるのかなと思うんですけど、とにかく唇の皮むけもなくなりました、これを使ってから。プランプ効果もあるので、メイク前、リップ塗る前にね塗るとリップのノリも良くなるし、持ちもね良くなるみたいです。私はもう毎晩塗らないと本当不安だなって思うぐらいめちゃくちゃ気に入ってます。クリアタイプで色もつかないので、マスクのね下にでも使います。これちょっと使ってみてほしいです。縦じわがね気になる方とかもめっちゃおすすめ。これを塗って寝ると次の日の唇が本当にあらびっくり、全然違うの。続いてがじゃん、こちらのアユーラメディテーションバスティ、これは 700ml タイプの28回分使える入浴剤です。これはねテレビで前なんかバスグッズアドバイザーみたいな、入浴剤に詳しい資格を持ったような方が紹介していて、これすごくおすすめって、それで気になって買ったんだけど、森林浴をしているみたいな安らぎを与えてくれるっていう入浴剤で、とにかく匂いが癒される。疲れてる時にこれで入浴すると本当にホッとするというか、心がすごく安らぐの。香りはカモミールとローズマリーをブレンドしたアロマティックハーブの香りになってます。
めちゃくちゃいい香り。お肌がね整うような植物成分も配合されているので、お風呂上がりすごくしっとりするような感じもするし、お風呂に入っている時もなんかこうちょっととろみのあるような湯船をね楽しめる入浴剤になっています。まあ贅沢したい夜にぴったりですね。でちょっとお風呂つながりでいくと、山崎実業のタマーのマグネット風呂蓋ホルダーというアイテムです。お風呂の蓋をねもともと引っ掛けるストッパーみたいなのはついてたんですけど、どうしてもやっぱそこが浴槽に当たったままなので水が溜まってしまったり水垢ができちゃったりとか、あとお掃除もねすごく面倒だったので、これでお風呂の蓋をね浮かせて収納することで水切りもできてとても衛生的だし、お風呂のお掃除もすごく楽々になりました。強力マグネット式になってるので、まあ、マグネットがくっつかないお風呂には使えないんですけど、一度ピタッとねつけたら全く動かないですし、すごく使いやすいです。で横向きでも縦向きでもどちらでも収納が可能になっています。で折りたたみ式の蓋にも使えるものもあるので、折りたたみの蓋使ってる方はそちらを使ってみてもいいと思います。やっぱ浮かせる収納って本当に楽です。続いてはブルーノのホットプレート用のセラミックコート鍋。ブルーノの本体を買った時についてくるたこ焼きプレートと平面プレートがあるんですけど、オプションでねこのセラミックコート鍋っていうのを買ったんですよ。でこの平面プレートじゃ作れないような汁物の多い料理、お鍋だったりすき焼きだったり、ちょっと量が多いビビンバだったりがとっても簡単にね作れるし、家族でもねこう一緒に続きながら楽しめるのですごく重宝しています。今は本体自体とこのセラミックプレートがセットで13,000円とかで楽天で売っていますね。限定カラーでなんかロシアンピンクとビレネーグリーンが出たみたい、かわいい。2021年限定カラーだって。おうち時間も増えて毎日の料理困ったなっていう時にとっても重宝するのでチェックしてみてください。はい、続いてがストージョの折りたためるマイカップ。これはガッとタンブラーみたいな形になります。このマイカップを持って提携してるお店がいくつかあるみたいなんですけど、スタバとかローソンもよく行くので、そういったところに行くと20円オフとか割引があるのでエコだしいいなと思って買いました。私は 470ml タイプのものを持ってるんですけど、 355ml タイプのものもあるみたいです。で私カラーがねオートっていうカラーです。いろいろねカラーがあります。でここの部分がぷにょぷにょとシリコンタイプになっているので、温かい飲み物を入れた時は結構熱々ってなっちゃうので、そういう時につけるスリーブもここに取り付けられます。なのでこのスリーブをつければ全然熱くなくこうやって持てます。で実はストローもねセットになってます。これぷにょぷにょのシリコンタイプで、漏れ防止のストッパーもねついています。漏れにくい設計にはなっているみたいなので、その辺も安心して使っていますし、衛生面的にもすごく良くてお手入れもね楽なんですよ。ここがパカッと取れるようになっているので、洗うときはこれをパカッと取って綺麗に洗えますし、食器洗浄機も使えます。使わないとき、持ち運ぶときは折りたたんでコンパクトにもなるし、このスリーブもここに取り付けて持ち運ぶことができます。でストローも使いたいなっていう時はこんな風にちっちゃくなるので、ここに入れて蓋を閉めて持ち運べます。よくスタバに行って飲み物飲む方とか、コンビニでカフェラテとか飲む方はこれはすごいねエコだし、持ち運びにも便利なのでいいんじゃないのかなと思います。使いやすいので本当に。あとはじゃん、こちらの卓上で蒸すだけスチーマーというアイテムです。楽天で見つけて買ったんですけど、火を使わないで蒸せるスチーマーなので、例えばゆで卵を作ってる間にこう洗濯物やったり掃除したり目を離せるっていうね、そのメリットが家事を効率化させてくれるアイテムだなと思ってお気に入りアイテムで選びました。で温野菜をよく食べる方とかゆで卵をよく食べる方、絶対絶対おすすめです。ゆで卵は最大で同時にね14個作れます。蒸す時間も20分ぐらいで、お湯を沸かして卵を入れてでゆで卵作る時間って考えたら同じぐらいなので、とてもとてもいいです。しかもこれタイマー式なので自分でねセットして勝手に消えてくれるし、例えば私は下で野菜を蒸して上の段でゆで卵を作って、温野菜とゆで卵のサラダをねこれで即席で作ったりとか、シューマイとかもねせいろ蒸しとかをねいちいち買わなくてもこれでシューマイができるみたいです。で温野菜とか、まあ、蒸す料理だと栄養をね逃がさないので、栄養満点な蒸し料理が手軽にねこれで食べれちゃうので、これはとってもとっても重宝しています。ぜひチェックしてみてください。
続いては太陽化学のサンファイバーというものです。こういうね個包装になっているタイプのもので、これが30袋入っているものを持っています。このサンファイバーって何っていう感じだと思うんですけど、これは水にサッと溶ける無味無臭の粉末状の発酵食物繊維が取れるというものになっています。この一袋で水溶性食物繊維が 5g 簡単に取れるみたいで、その 5g を他のもので換算するとごぼう 1.4本分、セロリ約20本分、リンゴ5個分、大麦 80g 分が摂取できるっていうことなんですけど、普段しっかり食物繊維を取ろうと思ってもなかなか難しいので、何かないかなと思って探してこれを見つけて、私はよく朝グラノーラに混ぜて食べたりとか、コーヒーに入れて混ぜたりとか、お米炊くときにこれをさささっと入れて一緒にお米も炊いたりとか、そういった感じでよく使っています。で、無味無臭なのでどんな味付けのものでも邪魔をしないので、とにかく摂取しやすいです。医学とかこう介護の、ね、分野とかでもすごく活躍しているみたいですね。なので高品質な食物繊維を取ることができるそうです。まあ、食物繊維を、ね、取ることで排便がスムーズになって、体に必要ないものも排出しやすくなったりとか、腸内環境がスッキリされるので、こうお腹周りもスッキリするし、高血圧を予防する効果とか、生活習慣病のこう予防になるので、まあ、食物繊維取れてないなって方はサンファイバーすごくおすすめです。1日で1本から3本あたり摂取するといいみたいです。水筒持ち歩いてる方とかは3本分ね入れてお水に溶いて持ち運ぶっていうのもいいと思います。続いてはボナベンチュラのペンケースです。細長くてあんまり入らないんですけど、必要なカラーペンとか消しゴムとかシャーペンとか、そういったものは入ります。資格の勉強するようになってペンケース必要だなと思って買ったんですけど、ボナベンチュラのこの素材感がすごくいいなと思って、一回ね去年どっかの店頭でと見に行ったことがあったんですけど、すごく良かったなっていう記憶があったのでAmazonで買いました。そう、使いやすいですか、柔らかくって。で、続いてが AirPods Pro のカバーです。ここのねブランドがすごく可愛くって、いろんな種類があった中の、私はこのベージュのクロコみたいな素材感のケースにしました。こういうカバーって結構ねパカって取れちゃったりとかすると思うんだけど、これはしっかり固定されるケースなので、外れることは今までなく使えています。携帯ケースもこの同じブランドのものを使ってます。このブランドねめっちゃ可愛いのでおすすめです。続いて最後のアイテムがじゃん、生活感丸ごと隠せるグッドデザインも受賞しているティッシュケースみたいです。私はねベージュを選びました。他にも新作で出てるシュガーホワイトっていうカラーと、アイボリーとモカもあります。で、このねお店限定でパウダーピンクっていうのもあるんだけど、すごく可愛いカラーで、このマットタイプが可愛いですね。あと光沢タイプもあるんだね、いろいろインテリアに合うカラーは必ず見つかるかなと思うんですけど、このまま置いてても確かにコロンとしてて可愛いですよね。インテリアとして成り立っちゃう。ティッシュもねすごい取り出しやすいんですよ。どういう風にセットしてるかっていうと、こうただ普通のティッシュをロールの上にくるっと巻いて蓋を閉めるだけです。私は箱ティッシュの普通のティッシュペーパーを使ってるんだけど、トイレットペーパー、ロールペーパーも使用できるみたいです。大きさはね、高さが17センチ、横17センチぐらい、意外に結構大きめなんですけど、まあ、インテリアには邪魔しないし可愛いので、これはめちゃくちゃ買ってよかったです。ということで今回の私のお気に入り紹介以上になります。ちょっとでも参考になったよ、楽しかったよと思ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。